一つ目の検索キーワードが癒し、二つ目のワードがダンス。ここで分かる人いたら結構すごいよ。日本、はい。四つ目、素材。いやマジ分からんなこれ。癒し、ダンス、日本、素材、アトラクションということで、正解は正解です。やっぴー、これ難しかったわ。フェイです。バイダンです。フェイとバイダンチャンネルでーす。ラジャーベース、いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。さあ、コメント開始の時間ですが、今日は僕からなんですけども、はい、まあ、僕とバイダンはそこそこ長い付き合いなんで、まあね、あの僕に宣言癖があることはご存知じゃないですか。もちろんもちろん、これやるよあれやるよっていうね。そう、あのとりあえず言っちゃおう作戦っていうのをよくやるんですけど、うんうん、フェイフェイは今さらっと流したけどさいいソース二度漬けの方がまだいいよさあ、本日の企画は、フェイフェイとバイダンチャンネル。本日の企画は、検索ワードからこのキャラクターが誰なのか当ててごらん。ということで、うん、検索ワードから、誰なのか当ててご当ててご覧ということでございまして、うん、まあ、これはもう、言ってしまいますが、タレントメーカーのパクリです。あ、なるほどね。はい、 あれと全く同じことです。ワードバーって出てきて、はい、それ見て誰だ誰だと、はい、うん、あれからお笑いがなくなったと思ってます。なるほどね。じゃあもう皆さん今からもう口角が上がることはないです、はい、ただ一緒にクイズを楽しんでいただけるというふうに思いますので、ね、うん、はい、ディズニーキャラクターで検索してスペースを開けたらこんな感じの検索ワードがみんな検索してるよというようなものを調べて、それをこう言っていきますので、うん、いわゆる連想ゲームみたいなことですね、うんうんうん、で、あれな誰なのかを当てていただこうというクイズでございます。やってみましょう。それぞれ6つワードが全部でございますので、はいはいはい、1個ずつ言っていくので、はい、分かったタイミングで言っていただけたらというふうに思います、はい、さあ、それでは1問目のこのキャラクターで検索されているワードの、1つ目がゴキブリ。はい。お、早い。いいですか。あ、マジでいいの。いい、全然当てちゃっていいですよ。スティッチ。正解はスティッチです。よし、ちょっと口角上げる気なさすぎさすがに口角上がらなすぎ。これは何が、だって笑いらないんでしょ。笑いらないって言ったけど、なんだろう、なんだろう、わかんないけど、シンドローム。いや違います。ちなみになんで、いや、あんなやつゴキブリぐらい嫌われてるだろう。いや、そんなこと言うな。でしょ、本来はね。本来は、うん、当てちゃってと、俺あと5個も調べてるんだよ。え、お笑いらないって言われたらこうだよ。そうなんですけど、スティッチ、よし、そうなんですけど、そうなってくると普段これぐらい当てれちゃうんだってなっちゃう本来は結構難しめだから、1問目って。しかも1個目ってね。そう、1個目って結構難しめ上げてるから。ちなみにどんな検索が続くんですか、はい、2つ目がぬいぐるみ、うん、3つ目がモノマネ、うん、そして4つ目がアヒル、うん、この辺で分かってきますよね、うんうん、醜いアヒルの本を読んでたりとかしますから、うんうんうん、で、5個目がエンジェル、ガールフレンドのね、うんうんうん、そして6個目がいとこ。あー、なるほどなるほど、はい、あー、そういうことか。そういうことか。これ本当にお前が携帯でスティッチって入れてスペース開けた時に本当に出てきたやつにしてんの。これがですね、あのラッコキーワードっていう関連ワード、みんなが検索しているワードを全部出してくれるやつがあるんですよ。あるんだ。なるほどね、っていうのがあって、で、うん、その中から、検索されているやつを抽出して、なるほどなるほど、ということでございますので。オッケーオッケーオッケー、じゃあ任して。今のはちょっと本当笑いなさすぎた。ちなみにゴキブリなんで分かりました？なんかなかった、スティッチとゴキブリなんか。これね、あのモデルはコウモリなのよ。うん、で多分その足がこう生えたりとかするときが若干こう、なんだろう、触覚みたいなの生えたりとかするから、うん、ゴキブリっていうモデルの説もあったりとかするから、多分それかな。それをなんとなく聞いたことある。なるほど、スティッチってゴキブリなんだみたいなのも多分聞いたことあると思うけど、はい、さあ、こんな感じでいきますので、はい、2問目いってみましょう。2問目の、検索ワード、1つ目が歌。これいけねえな、行きたかったな。
まあさすがに広すぎるからね。まあまあまあそうだね、多少絞れると思うんですけど。歌ね、はい、はい、2つ目のワードがカチューシャ。あの不正解だったら次言ってくれる、ちゃんと。あ、どん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 、一問一答スタイルじゃないです。あ、ベル。ベル、うん、違います。野獣。違います。3つ目が実写。まあこれ、ね、男女がまず絞れてないからね。そう、次のワードで絞れると思います。はい、4つ目のワードがネイル。まあ、女の子ってことなんかな。ネイル実写化されてんのか。そこがね難しいところです。ムーラン。違います。5個目いきましょうか。はい、5個目のキーワードがサメ。サメ、はい、アリエル。アリエル実写化するみたいな話なかったっけ。ほうほうほう、 なかったかな。そう、そんなノリ。結構じゃあ全体的につながったか。あ、でサメで、マスサメ、海の話、アリエル、なんかアリエルかなぐらいかな。ニモの可能性もあるんだけど、うん、まあ、なんとなくカチューシャとかのラインで、はい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 、アリエルっぽいかなと。アリエルということで、正解はアリエルで正解です。よっしゃー、楽しい。これちなみに6つ目は魚でした。あ、じゃあまあまあまあ、まあ、6つ目までいったらもう分かるかなと、うん。まあ、でもちょっとやっぱね、ギリニモとかもあるんだよな、そのラインで言うと。はい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 、はい、これカチューシャがね、アリエルカチューシャが販売されたんですよ、うん。あ、そうなんだ。あの海外でずっとこうみんながかわいいかわいいって言ってたやつが、うん、日本でもアリエルカチューシャ、うん、なるほど、販売されてっていうのがあったんで、うん、検索されてるのでは。なるほど、というようなことでございます、うん。2問目正解です。イエーイ。さあ、いい感じにコツをつかんできたところで、はい、続いての問題いってみましょう。3つ目の問題の1つ目の検索ワードが声優。ジーニー。ああ、なるほど、うん、ジーニー不正解です、うん。まあ声優さんといったらね、うん、やっぱり山寺さん、うん。2個目、宇宙人。え、宇宙人、はい、銀魂とかじゃない。銀魂とかじゃないっていう話じゃない。じゃないです。3つ目のキーワードが、はい、夏の大作戦。声優、宇宙人、夏の大作戦。聞いたことあるワードだ。おお、いいですね。夏の大作戦、はい。4つ目のキーワードが無限。5個目いってみましょう。5個目の検索キーワードが高得点。高得点、はい、声優、宇宙人、夏の大作戦、無限、高得点です。すげえわ。バズライトイヤー。なるほど、バズライトイヤーで、はい、正解はバズライトイヤーで正解です。ヤキーン。待って、大丈夫かな、お笑い本当にないけどガチクイズやっちゃってる。皆さんはどのタイミングで分かるでしょうかっていうのが。確かにね、これがね、うん、まあ宇宙人とかはさ、うん、まあなんとなく分かったりとかさ、うん、無限は無限の彼方で最後だったりとかあるんですけど、うん、夏の大作戦なんだと思います。まあだからショーとかパレードなんかなと思ったけど。ああ、ちょうどまさしくそれです。ああ、ほんと。バズライトイヤーのアストロブラスターができたタイミングで、バズライトイヤー夏の大作戦っていう夏のショーだったね。そういうことか。そう、あ、それの、タイトルとかショーの名前で検索されてる、うん。なるほどなるほどなるほど、ね。ちなみに6つ目のキーワードがおもちゃでした。ああ、そうね、はい、おもちゃまで言われたらもう。さあ、いい感じで、まあね、関連だできるやつがあったらできない。これ言っとくけど、うん、俺今めっちゃ楽しいからね。あの、なんかもしかしたら勘違いして、はい、なんかバイダーさんあんま楽しくないんかなとか、うん、簡単すぎてとか、うん、逆に難しすぎてとか思ってるかもしれんけど、うん、僕これむっちゃ楽しい。今までやったことないタイプの解き方のクイズですね。そうそうそう、これしかも俺好みの解き方だわ多分これ。あ、なるほど。あと脳みその使い方が連想させていく感じ、ね。そうそうそう、超楽しいこれ。はい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 。じゃあ残り2問ございますので、はい、4問目いってみましょう。キャラメルポップコーン3つ、あ、バケットで。4問目の1つ目の検索キーワードが性格悪い。マジか。いいのかな。あ、もう出ました。うん、出たけど、なんか責任は感じてるな。でも実際に調べられているやつなんで、なんか、はい、性格悪いで検索されてる。本当に俺らが悪いんだろうなっていう。はい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 。何でしょうか。アンナ。違います。ピーターパン。違います違います。両方とも僕らだけです、世界で言ってんの。世界で違うの。世界で僕たちだけ。あそこ二人をもう目頭立てて目くじら立てて怒ってんのは。だってせっかく悪いで、俺もうあなたピーターパンしか出てこないもん。だって周りの人が検索されたりとか。あ、なるほどね、ごめん、はい、そうかそう。アナでも通ったの。なんでなん。大嫌われしてんのアナ。さあ、二つ目のキーワード言ってみましょう。二、はい、つ目がお尻です。性格悪いお尻。はい、
パス。じゃあ行ってみましょう。3つ目のキーワードが浮き輪。え、結構それぞれ別のところから。わかった。お、出てきた、はい、性格悪い、お尻、浮き輪で、検索されているキャラクターは誰でしょうか。ドナルドダック。ドナルドダック。さあ、こちらのワードで検索されているキャラクターはドナルドダックで正解です。イエーイ、マジ楽しいこれ。よくわかったね、これ。まあ、だから性格悪いで、まあ、なんかまっすぐ性格悪いじゃないのもなんとなく検索に入れといて、うん、はい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 。で、その次お尻でしょ。だからなんかこうプリ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 みたいなイメージなのかな。キャラクターのね、あのお尻がこうみんな可愛いってモフモフしたいみたいなね、うんうんうん、で、浮き輪でなんかこの水辺。ああ、なるほど、はいはいはい。浮き輪で水辺、なんか浮き輪マンとか出てきたの頭に。そう、浮き輪マンの方です、これは。ああ、浮き輪マンの方か。まさしく、そうそうそう、そうとかでドナルドダック出しました。はい、ありがとうございます。ちなみに残っていたのがですね、うん、4つ目のワードが彼女。ああ、はいはい、はいはい、で、5個目が相関図。1回話したね、相関図がむっちゃあるんですよ ね, ね、うん、で、6個目が、ボートですね。ああ、ボートね、はい、うん、お家のボートで、ドナルドダックというふうになっております。なるほど、なるほど、なるほど。よし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 。さあ、最後をちょっと難しめにしてみたんですけども、ください、ください。いけるかどうかということで、はい、最終問題です。1つ目の検索キーワードが癒し。癒し、パス。2つ目のワードがダンス。ここで分かる人いたら結構すごいよ。3つ目の検索キーワードが日本。日本、はい。4つ目、素材。いや、マジ分からんなこれ。癒し、ダンス、日本、素材。5個目のキーワードがアトラクション。これね、調べててね、調べてて、例えばその一覧を見ててね、あー、これを調べる人もいるんだろうね。いや、俺今一個アトラクションが出てきてて、うん、そのアトラクションのキャラクターも出てきてんだけど、素材と日本がちょっとよく分かってないのよ。なるほど。だもう最後のもう一個だけ聞こうかな、6個目。6個目、次6個目よね。はい、うん、次だけ聞くわ。6個目の検索キーワードがマーベル。え、違った。ちなみにクラッシュ。あー、なるほど、違いますね。確かに素材とね、日本はね、マーベル、ね、これがマーベルのキャラクターなんかな。え、むっちゃむずいわ。いやし、素材、ベイマックスとマーベルとか関係あるのかな。ベイマックス。ベイマックスで、ということで正解はベイマックスで正解でーす。やっぴー、これ難しかったわ。で、日本が舞台だったりだとか、うん、まあ、素材はそのまま素材とかね、うんうん、で、ダンスはキャストさんのあのダンス、うん、だから YouTube が結構再生回数いってたりするんですけど、うんうん、ベイマックス、ビッグヒーローは、うん、そもそもとしてマーベルコミックスですかね。え、あれ、あれマーベルコミックスなの。うん、だから名前どうするした、あの人、全部の作品に仮面を出演してる。あ、はいはい、ベイマックスにも入ってます。え、あのおじいちゃん、はい、一番最後に登場してますから。そうなんだ、はい、っていうような感じでベイマックスが調べられてます。なるほどね。ということで最後だけちょっと難しめ。いや、難しかった。全問正解です。これむっちゃ難しい。難易度がグワーって変わるね。ただむっちゃおもろいわ。なるほど、これは静かです。決定、はい、決定、シリーズ化決定ということで、決定します、はい、また来月。いや、お願いします、検索パートクイズ、すごい楽しい。ということで本日の動画は以上となります。また明日の動画でお会いしましょう。また明日。本当に人笑いもなかったかも。ちゃんと難しい、これボケんの。いやね、そのディズニーくくりの中での大喜利しないといけないからね。でしかもそのワードにやっぱ引っかかってなきゃいけない、うん、むずいむずい。めっちゃ難かったわ。私あれ15人がかりぐらいでやってるから、あっちは。あ、そうかそうか、タレントメーカーはね。ずりーよ。